ダビド・ダッコは、中央アフリカ共和国の政治家、同国の首相、大統領などを歴任した、無売キ近郊に生まれる。1951年に、バンギの小学校の校長になり、教育者の道を歩んでいたが、1955年、親戚のバルテレミー・ボガンダ首相に引き立てられ、黒アフリカ社会進歩運動に入党し政界へと転身した。 1958年、ウバシャリ植民地が中央アフリカ自治共和国となると、ダッコは内省に就任し、在省のアベルグンバラと共に、ボガンダを支えた。1959年3月29日、ボガンダが飛行機事故でこの世を去ると、独立志向の強い軍馬を嫌った、フランスの支援を受けて首相に就任し、1960年8月13日に、 中央アフリカ共和国が独立するとともに30歳で初代大統領に就任した。後に内省、経済省、商業省を兼務した。独立後は軍馬と対立し、1960年12月にはメサンの一党独裁を確立した。しかし、抱っこには国内をまとめる力はなく、汚職が横行し経済は悪化の一途をたどった。1965年。 国軍参謀総長だったダッコの重慶ジャンベレル、ボカサのクーデターで、ダッコ政権は打倒されたが、ダッコは命を奪われることなくボカサの顧問として、中央アフリカ国内に留まっていた。1979年、訂正を敷いたボカサの防政を打倒すべく、フランスがクーデターを仕掛けたとき、新大統領として、ダッコに白羽の矢が建てられ、 1979年9月21日、中央アフリカ共和国の大統領に再び就任した。しかし、ダッコはまたも国内をまとめきることができず、経済の低迷と政治の混乱に国民の不満は募っていった。1981年、複数政党制による大統領選挙が行われ、ダッコは大統領に選ばれたが、 アンジュイコール・フェリックス・パタセラ率いる野党の猛追を受け、当選直後から反政府デモが頻発し、1981年9月1日、国軍参謀総長、アンドレコ・コリンバのクーデターによって、ダッコは亡命することとなった。その後もダッコは亡命生活を送り、カメルーンの首都ヤウンデで2003年11月20日に死亡した。ありがとうございます。